テレワーク後、就寝前、リフレッシュしたいとき、技術力豊かなセラピストがいつでもあなたのもとへ。出張リラクゼーションサービス、ホググ。今すぐ呼べるセラピストを検索。いいサインですね。動かす時のポカポカさとまた違いますもんね。そうですね、あのこう巡りの方がちょっと近いような、すごくじゃあ、勉強するのって、手のひらと足の裏って感じですか？いやもうツボは全身にあるんですけど、はじめにあの361穴覚えるんですよ、すごい気持ちいい。ここね、100個合うっていうツボなんですけど、何にでも効くツボなんですよ。すごい万能な、確かに一番近いですね、ゆかりがね。めちゃくちゃ気持ちよかったです。やっぱりこれなんで、もみほぐししてからこのオイルっていうこの両方して一番いいなと思います。沖縄の宮古島で一緒に働いていた友達が、大阪に私が帰ってきた時に教えてくれました。道に迷わないかどうかだけが心配なんですけども、お客様皆様親切に教えてくださいます。皆様優しい方が方ばかりで、とても楽しくお仕事させていただいております。お仕事終わりの方や、ご自宅で介護されている方、あとあのハイキング明日行くんだよとか、今日行ってきたよっていう方のご自宅や、あとご宿泊先とかも多いですね。1日お一人様、たまにお二人様させていただいております。友達が一緒にやらないって誘ってくれたのがきっかけです。心も体も軽くなっていただけるように、気持ちを込めて施術させていただいております。こんにちは。よろしくお願いいたします。失礼いたします。で本日は、お体のもみほぐしとオイルマッサージの120分でよろしいでしょうか？はい、大丈夫です。はい、お肌はちょっと敏感肌とかそういったことは特にございませんか？はい、はい、では念のためあのパッチテストをしたいので、ちょっと腕をお借りいたしますね。もし途中で何かあの痒くなったりしたら教えてください。はい、はい、で本日はどういったところがお疲れでしょうか？むくみやすいのと、あと肩周りと背中がちょっとガチガチなので気になります。かしこまりました、それではこれから施術を始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。お願いします。では続いて仰向けの足の方からさせていただきますね。暖かくなってます。暖かくなってきました。素晴らしい。暖かくて気持ちいいです。気持ちいい暖かさです。ねえ、あの巡っているポカポカした暖かさ、ねえ、めっちゃ。いいサインですね。体を動かす時のポカポカさとまた違いますもんね。そうですね、あのこう巡りの方がちょっと近いような、血流とかね、リンパの血流に沿ってリンパの流れも良くなっていくっていうね。
サージとかやってる、はい、家で自分でやると後ろ側重視 しがちじゃないですか。後ろ側、後ろ足の後ろ側、はい、ふくらはぎとか。ああ、なるほどなるほど。やっぱりこう前の方もした方がいいんですか、ね、そうですね、あの特にあのこういったところですね、この足の甲のこの溝、うんうんうん、この骨と骨の間にすごいあの老廃物がたまりやすいので、うん、ここをねこうあのクリームとかつけていただいて流していただいたりとか、うんうんうん、あと指の間にあの疲れとか老廃物が溜まりやすいので、うんうん、しっかりとあの開いてこういう感じで、はい。開くといいんだ。そうなんですよ。ここのね動きをしっかりと。やらないですよね。日常でやらない。そうなんですよ。結構ね大事なポイントになってたりするんですよね。なんかタイ出身の方ってあれですよね。はい。指でなんかめちゃくちゃ太い棒を掴んだりとか、はい、足の指、足の指、それフットマッサージじゃないですか、なんかその、うんうんうん、フットヨガ、はいはいはい、みたいなんで、そう、そういうのあるらしいです。トンクですかね、かもしれないです。なんかそれが健康法にすごくいいみたいな、うんうんうん、あ、でも理にかなってると思いますね。足の裏って動かせなくなりますもんね。そうですね、固まっちゃって、はい、ね、足の裏がねこう固まると、うん、そこにあのくっついてる筋肉がすね、うん、とかあの膝の裏までずっと続いてるので、うんうん、あのここが硬くなっちゃうとふくらはぎの流れが悪くなってあのむくみになったりとか、うん、はい、こう全部ねつながってるので、それだ。今そこへ、ね、こっちですか、 この辺、え、もうちょっと上、もうちょっと上。あ、じゃあこの辺多分ね小腸とか十二指腸とかやっぱり消化器系の、その食べた後っていうね感じですね。つながってるかもしれないですね。そうですね、はい。ツボってじゃあ勉強するのって手のひらと足の裏って感じですか？うんうん、いやもうツボは全身にあるんですけど、うんうん、初めにあの361穴覚えるんですよ、うんうんうん、でそれがもうあの例え、12個の臓器と、うん、に分かれてるんですけど、臓器というか婦風というのにもあるんですけど、うんうんうん、まああのそのなんだろう、例えば胃だったら、うん、胃のラインがあるんですよ、うんうん、道みたいな、へえ、はい、で胃につながるんですか？そうですそうです、はい、そのこのラインにばかり痛みが出る方っていうのはちょっと胃が疲れてるなとかそういうこととか、あのまあ一つのそれは絶対ではないんですけど、うんうんうん、判断の基準になったりとか昔の考え方、そうですそうです、はい。でもあれってすごいこう昔の方と勉強されてるから、はい、合ってるって言いますもんね。ねえ、そうなんですよ。なんかアーユルヴェーダーとかも本当にかなってるみたいな。ねえ、すごいですよね。すごいよね。ねえ、すごい昔のね、あの見つけられたすごいですね、学問なのに。うん、なんか昔から全然東洋医学って変わってないって言いますもんね。うんうん、そうですね。よく昔から気づかれたなって、ね、うん、ね、耳とかにもねツボがあるって言われてるのでね、うん、ありますね、ねえ、それもなんか千球やったっけ、千球ですか、なんかお球、はい、はいはいはい、千年球、千年球、あれとか乗せたり、あ、一時期流行りましたよね。耳にですか？耳にみたいな、あ、そうなんですね。なんかあれ耳じゃなかった確かじゃないんだけど、なんかそれするとなんか巡るみたいな、千年球さんが出してたんじゃないかな、なんかね、
あのお灸女子とかも ね、流行ってましたもんね。いいですよね、どんどん流行ってほしいです、うん、なかなかでもされてるスタジオさんというかサロンさんってなくないですか。ね、千年灸はやっぱり灸師、うん、あの国家資格が必要になってくるので、あの鍼灸院とかになるんですけど、うんうん、でもご自宅でね、うん、あのセルフケアでされるのではね、うん、あの千年灸さん の、 あのショップさんとか行かれて買ってってことですよね。はい、あの教えてくださるので、はい、国家資格いるんですね。そうなんですよ。結構勉強って長いこと、うん、3年ですね。そんなかかるんですか。はい、でも日本はね、あの短いくらいで、海外はね、うん、もうもっと6年ぐらいとかかかるんで、もう、ね、お医者さんと、そうですね、もう医療の分野になるんでね、うん、もうすごい楽しいですよ。へえ、めっちゃそこが痛いです。痛いですか。ここは何なんですか。ね、消化器系。インド料理とかも食べてるから。でこの流れが、ね、あってね、うん、このここの流れと、ね、とあと、まあこっち側がねこうつながってるんですけど、さっきなんか、はい、で ここですよね。つながりましたね。はい、そうなんですよ。素晴らしいですよね。すごいですね。それを発見した方がすごいですね。消化系か、はい、消化系が治ってると、はい、ドックスも排泄もできないですもんね。うん、そうですね、うん、ちょっと食べる量をね減らしたりとか、あ、それに負担がかかってるんだ。そうですね、結構もう食べるもん、あの、あの簡単なことでね、あの負担が減らされたりとかするので。刺激物を食べないとかですか。あの減らすとかでも、はい、大丈夫ですね。なんか結構、はい、なんか1日に5回食べた方がいいよとか、はい、小刻みに食べた方がいいよって言うと、はいはい、そうじゃない人もいるじゃないですか。そうですね、あの2回とか、うん、ね、開けた方がいいよっていうね。そうですよね。はい、朝は、はい、私食べないようにしてて。ああ、そうなんですね。お腹空かない、うん、じゃなくて、なんか夜食べて、はい、なんか16時間17時間みたいになるじゃないですか。 ありますね。ちょっと休めるみたいな。うんうんうん、それはいいですか。そうですね、あの多分それも大切によるとは思うんですけど、うん、あのそうですね、あの一つの私の考えですけど、うん、あの目安としては、例えばその血糖値とか、うんうんうん、その糖の代謝っていうのも人によって違うので、うんうんうん、あの16時間空けた方がいい方もいらっしゃるし、うん、あ、ダメな人もいるんですか。はい、こまめに取り入れた方がいい方もいらっしゃるので。そうなんです。健康法っていうのはやっぱりその人その人 の、 あの合う合わないがあるので、合う方にはそれでいいかなっていう感じですかね。なのでね、こう試してみて、うんうん、なんかちょっと違うなって、あのしんどいなって思う時は、うん、あの変えてみてもいいかもしれないですね。もうあの真逆のことをね、うん、あのありますもんね、健康は。はい、だどちらも合ってるんだと思います。はい、最初によその方による、はい、人による、そうです、そうです、うん、その方にはそれが正解っていう、うん、ね、全ての人が同じ体質なわけではないんでね、うん、気持ちいいですね。ねえ、ここぜひ。はい、溝掃除をしっかりと。さっきよりマシになりました、痛み。ああ、よかったです。押してても全然変わりましたね。変わりました。はい。まだちょっと痛いです。これはね、徐々にね。この後すごい眠くなったりすると思うので、それはすごいいい反応なので、そうなんです、はい、しっかり水分取っていただいて、それは寝た方がいいですか。そうですね、はい、こん
ね、溜まった老廃物がこう浮き上がってきてるので、はい、で水分取って、うん、お手洗いでしっかりとデトックスして、うんうん、でお休みになってすっきりするって感じですかね。マッサージとか受けた後って、ね、はい、すぐご飯食べないのがいいですかね。そうですね。ですよね。はい。あ、でもお腹空きますよね。そうなんですよ。食べない方がいいのかな。消化にいいサラダとかの方がいいのかなみたいな。そうですね、うん、食べちゃいますけどね。はい、まあでも食後すぐにマッサージ受ける方がちょっと負担があるので、うん、逆の方がいい、ね、そうなんですよ。あの食後はやっぱりこの胃を動かす方に血流がこう胃の方にこう集中して集まってるので、マッサージするとこう全身にこうゴーってしてしまうので、うん、消化が遅れちゃうっていう感じなんですね。そうなんですね。はい。マッサージ受けた後は、うん、そうですね、食べてもね大丈夫だとは、うん、はい、うん、思うんですけど、まあ、ちょっとゆっくりされて水分しっかり取られた方がいいかもしれないですね。なんかマッサージ受けた後とかにお酒飲むと酔いやすくなりますよね。めっちゃ酔いやすい。酔いやすくなってしまう。それはね、やっぱりそういうことです。そうですそうです。はい。だからお財布にも優しいですけどね。たくさん飲まなくていいのでね、お体にも優しいですしね。ふくらはぎもだいぶね、柔らかくなりましたね。もう帰ね、この後足が軽くなりますね。ふくらはぎ一番感じてるんじゃないかな、うん、なんかあの体感、やっぱり筋肉が大きいのでね、うん、反応も出やすいですよね。お尻とかね、太ももの裏っていうのはね、やっぱり大きな筋肉なので、うんうん、たまにこうやって体をやってもらうのって大切です ね、はい、ね、気づきますね。そうですね、自分じゃ気づけない、こう、はい、なんていう、消化器がふくらはぎがとか気づいてもいるけど、それ本当なのかな、気のせいかも、疲れてるだけかなとかね。やっぱあるじゃないですか、ね、体はね、やっぱり、うん、教えてくれてるのでね、うん、いい香りしますね。あ、ふわっといい香りしますか。何の香りですか。これはですね、月桃と言いまして、うん、沖縄に地方によく自生してるお花になるんですけど、うんうん、月に桃という漢字を書いて、月桃という生姜科の植物なんですけど、うん、ポリフェノールが、うん、赤ワインの20倍入ってると言われていて、うん、すごい。そうなんですよ。飲むとか食べるとかじゃないですよね。そのまま肌に直接入るんですか。そうですね、こちらは精油になるので、うんうん、葉っぱのエキスというか、うん、をこう抽出したものになっておりまして、沖縄とかではですね、月桃茶で、うん、葉っぱをお茶に、うん、したものとかをね、取り入れられてますね。で、そのオイルを作る時の副産物といいますか、取れる水分があるんですけど、
それがその化粧水にすごくいいって。すごい。はい。そんなあるんだ。そうなんですよ。ふわーっとね、あの、そう、ふわっと匂いする、ね、あの、紫外線の強い島なので、うん、日焼けとかそういったね、お肌ニキビとか、うん、炎症を抑える効果が、はい、T3 みたいな感じですか？ああ、そうですね。T3 もね、あの、なんか、そうですね、炎症剤もね、そうですね、うんうんうん。あ、すごい香り。ね、気持ちいいですよね。なんか、はい、こういやらしい匂いじゃなくて、すごいですね。うん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 、なんていうかな、どぎつい匂いじゃないっていうか、うんうんうん、やっぱりね、リラックスできる。はい。月桃いいですね。月桃ぜひ。なかなかね、あの、うん、大阪では手に入りにくいんですけど。うちの母がアロマ持ってて。あ、そうなんですね。そうですよ。この香りは一回も作ってない。ぜひ。はい。ネットとかでね、調べていただくと、うん、結構ね、出てきたりするので。何の香りに似てるんだろう、これ。そうですね。でもないですもんね、これ。なんか、さっぱりした。ですね。ねえ、感じがしますよね。何に近いんでしょう、こう。なんだろう。柑橘系ってほどでもないんですけど、生姜？何ですかね。なんだろう。はい。なんか、うん。けど落ち着く、なんか、うん、日本っぽい、はい、感じですよね。そうですね。へえ。爽やかな。はい。気持ちいいですね。ねえ、ここね、リンパの詰まりがね、たまりやすいので、こういったところはね、うん、お風呂で。あのお体洗うついででいいので、うんうん、ちょっとこうやって押してあげたりとか、こう流してあげる、うんうんうん、脇の下にリンパがあるので、うん、こっちに行ってねって流してあげる、はい、詰まっちゃうんですか、その場所は。そうですね、あのここが出口になるので渋滞しやすいんですよね。耳の後ろと一緒ですか、うん、そうですね、はい。耳の後ろはあの唾液がね出てくるところでもあるんですけど、うん、あの耳の後ろほぐすと唾液もいっぱい出るので、うん、消化に、あ、優しいんですよ。それはやらなきゃ。はい。はい。なのでね、ぜひ消化助けていただいて。でもなんか今の現代の方って消化疲れてる方多いでしょうね。そうですね、絶対多いと思う、うん、肉食べたりとか、はい、やっとね、念願のね、うん、あの皆さんでね、美味しいものを食べに行けるようになりますね。ね、結構長い間、うんうんうん、無理やったじゃないですか。そうですね、やっぱりね、楽しいですもんね、一緒にご飯食べるとね。なんかやっぱりリモートでできないこう、はい、なんていうつながりってありますよね。うんうん、そうですね。はい。あのね、ちょうど電波悪くなったりとかね、うん、しますしね、あの、あります、ね、リモートだとね。時間差とかね。そうしました？そういうの、リモート飲みみたいな。とか、なんかリモートで会うみたいな。友達とみたいな、そうですね、あの海外にいる友達のヨガのレッスンをリモートで受けたりとかできたので、そういった意味ではあの距離を関係なく、確かに、こうなんだろう、同じことができたので良、うんうん、かった面も、うんうんうん、はい、ありますね。オンライン流行ってましたもんね。そうですね、そういう使い方もあるそうなんですよ。逆に押し入れ側だったので、はいはいはい、リモートは断念しました、うんうん、あ、断念されました。なんか空気感とかが伝えにくい、うん、やっぱりね、で、はい、受けてもらってる方がどう思ってるかも、うんうんうん、反応も分かんない、ね、そうですね、そうなんです、うん、結局
構やめちゃいます。あの映らないところとかね、あったりするんでね。なんかユーカリっぽいのかな。あ、そうですね、ユーカリに近いかもしれないです ね、 ですね、近いかも。確かに一番近いですね、ユーカリがね。やっぱりあのお母様がアロマをされてるので、うん、匂いにも詳しいですね。そうですね。なんか、うん、よく言ってるので。だってヨガの時に使わせてもらってるんですよ。そうなんですね。毎月調合してもらって、それ使ってるので、楽しいですね。そうなんでしょう。だからなんか桜の季節とかやったら、はい、桜の香りとか作ってもらって、そうなんですよ。スタジオで、いいですね。受けたいですね。結構なんかアロマって女性好きなんでね。はい、そういうの。そうですよね。リラックスできますもんね。ねえ、香りの記憶って、ね、やっぱ背面気持ちいい。背面ね。ねえ、こう移動してもね、凝りやすいですからね。頑張ってる証ですね。ね、肩に力入っちゃいますもんね。頑張ってるね。うんね。いや、アンマスさんってことですか？になるために、今学校に通ってる感じですね。2年後に国家資格を取って、アンママッサージ指圧師と鍼灸と。鍼灸と、アロマ、アロマじゃなくてそのアンママッサージ、はい、はまた一緒の資格なんですか？まだ別ですね。ま、3つのあれになりますね。じゃあ学校行ってその3つを、はい、学ぶ。そうですそうですそうです。針とね、灸だけのコースもあるのでね。早く終わりたい方はそれを。ああ、でも3年は一緒なので、あのそうですね、希望者、結構人気なんですよ、あの3つのコースは。みんなあの、体のことを興味持ってるクラスメートばっかりなので。あ、確かに。すっごい楽しいです。情報交換とかできる。そうですそうです、はい、すごい仲のいいメンバーなんで、ね、こうみんなで合格しようねっていう。そうなんだ。はい、励まされますね。頑張ってる方隣にいると結構、自分もやらなきゃなって思いますよね。はい、ちょっとなんかモチベーション下がってても。そうですね、やっぱりね、それも場の空気というかね、ありますね。はい、ここも気持ちいいですね。ここはね、ここが緩むとね、結構あの自律神経も整いやすく。でですか、ね、はい、あの、リラックスしやすいので。そうなんだ。はい、そこ痛いです。ここね、やっぱりこう液化リンパに向けて、リンパもそこなんですか？そうですそうです、はい、この静脈に沿ってリンパは流れてるんですけど、この脇の下に、ね、こう最後の出口があって、
脇とあとあの鎖骨の下と あとスケーブとか、まあ、いろいろあるんですけどね、うんうんうん、はい、反っちゃうんですね、こうですね。取らせていただきますね、はい、巻き型の方多いじゃないですか。そうですね、ここ私も巻き型持ってますよね。ああ、そうですね、うん、うんうん、なんか全体的に左側にちょっと、うん、これが出やすいのかなっていう感じがね、ありますね。右利きですね。ですね、うん。なんか、両利きに近いかな。うんうんうん。そうなんですね。物によるって感じ。ああ。あ、そこ気持ちいい。ね、目ですね。え、すごい。押さえてるだけですか？そうです、そうです、そうです。もう全然ぶら下がってるだけ。すごい。ぐいーとね。詰まりやすいのでね、うん、なんか巡ってきてすごい落ち着いてきました、はい、ああいいですね嬉しいです。なんかやっぱ受ける前と受けた後では違いますね、うん、ねえ、全然、はい、気持ちの変化というか、うんうんうん、それが一番ありがたいお言葉ですね、うん、じゃ最後に、うん、頭のドライのマッサージさせていただきますね。きっと凝ってます。きっと凝ってますか。よく言われるんです。そうなんですね。美容師さんとかに、はい、ヘッドマッサージ。はい。はい。はい、目とかね、使う機会が多いですからね。気持ちいい。ここね、うん、100円っていう100個合うっていうツボなんですけど、うんうんうん、何にでも効くツボなんですよ。すごい万能な。そうなんだ。頭もちょっとお疲れが溜まってフォームローラー家でやってるんですけど、はい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 、あのストレッチボールのなんかちっちゃい版のトゲトゲになったんじゃないですか、うん、あれやったりするんですけど、はいはい、その時に何も感じないぐらいのこう凝ってる時とか結構多くて、あ、そうなんですね。めっちゃ凝ってるなって感じだったあれの方がちょっと痛いですよね。そうですね。ストレッチボールよりね。
でもちゃんとお家でもケアされてるんですね。やるときはそれでいいんです。気づいてやらのめんどくさいなって思いながらやってます。でも頭の血行が良くなったのか、すっごい痒くなってきました。あ、頭じゃない、ここの後頭部。あ、後頭部がめっちゃ、あったかくなってきた。あ、いいですね。じわじわと、あそこら辺ね。ね、この辺ね。で、その先ほどのその耳下腺って言ってたのが、うん、この耳の下のこの辺りなんですけど、多分、唾が、あの唾液がじわっと出てきます。はい、そうなんですよ。ここにちょっとこう優しく、うん、強くしなくていいので、優しくこうほぐしてあげると流れやすいですね。最後にもう一度デコルテを流していきますね。やっぱりね、凝ってますね。はい、巻き型になっちゃう方はどうしてもこの大胸筋、うん、小胸筋っていう、うんうん、あのお胸にある筋肉がこうギューッと、うんうん、縮こまる、はい、硬くね、なりやすいので、手をなんか曲げて、うんうん、こう前から後ろに肩を持ってきてもらう、うんうんうん、一番最初はあめっちゃ気持ちよかったですもんね。あれね、肩甲骨に開いたんでしょうね、はい、きっと効きますよね、うん、あれすごい気持ちいいんですよね。気持ちいいですね、はい、結構ね、してる方も楽しいんですよね、やっぱりこう1回で変わる方とかもいるんですか、うん、はいはい、皆さんね、結構すぐにね、変わってきますね、うんうん、こう大事な日の前日とかこういうのいいですね、うんうん、そうですね、はい、こうリラックスもできますからね、うん、早くも寝れるし、そうです ね、 ね、質のいい、ね、睡眠はね、うん、疲れをほぐすのにね、一番いいですからね、めっちゃいいと思う、はい、でもね、結構知らない間に凝ってたりするのでね、うん、凝ってる感じですか？あ、そんなに張ってるってわけではないんですけど、うん、知らないうちに、足よりかはもしそう、全然全然、はい、はい、では以上で終了でございます、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。受けてみていかがでしたでしょうか？めちゃくちゃ気持ちよかったです。ありがとうございます。だいぶ体が楽になった感じで、そうなんですね、はい、あの肩甲骨周りや、うん、あと足の太もも、あとふくらはぎの方がね、すごい凝ってらっしゃったのでね、うん、はい、はい、あとは
ちょっと消化器系がお疲れ感じがねしましたので、ゆっくり噛んでいただいてね、はい、はい、楽しくお食事していただければ元気になると思うので、はい、はい、どうもありがとうございました。はい、はい、では本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。またどうぞよろしくお願いします。あ、どうもありがとうございます。またぜひお願いします。はい、よろしくお願いします。失礼いたします。それでは、はい、ぐっすりとお休みください。はい、ありがとうございます。失礼いたします。ありがとうございます。めちゃくちゃ気持ちよかったです。やっぱりこれなんで揉みほぐししてからこのオイルっていうこの両方して一番いいなと思います。なんかどっちかだけとかじゃなくて両方やって本当に気持ちいいなと思いました。やっぱり私もこう店舗とかで行ったりするんですけど、その時にこう知識がない方もやっぱりいらっしゃって、でまあ、それが悪いわけじゃないんですけど、こうやって知ってらっしゃるとすごい安心して受けれるし、自分の悪いとこが分かって、これ今後のこう対策ができるというか、すごく良かったです。